突撃ポンコツタンク、見下ろし型のミニスクロールシューティングゲーム。悪の組織に攻め込まれた村人が敵の戦車を盗み出し、その戦車で悪の組織を倒してしまおうというあらすじ。走り回って全防衛を打ちまくりながら進んでいきます。ところが砲台が時計回りにしか回らない。それがこのタイトルのポンコツのゆえんですね。道中にアイテムもあって強化できるので、実際はそこまでポンコツ感はありません。ゲームの方は爽快感抜群。気持ちのいい効果音を出しながら、弾を発射すると、敵のタンクのみならず、ステージのオブジェも、ボッコボッコ破壊できます。ステージは全部で5つ、難易度も高くないので、ボリュームはそこまでありませんが、サクサクとストレス解消しながら、できるので全然問題ありません。最大4人まで同時プレイができるので、みんなでワイワイやるのも、盛り上がりますね。ジャングルウォーズ、ゲームボーイ初期の名作 RPG、 密猟を行っている悪の集団ゴート団にさらわれた父親ジャングルパパを助けるため、ゴート団を倒すため旅立つ、そんなストーリーです。内容はオーソドックスなコマンド選択式の RPG。 主人公は戦士タイプ、ミオは魔法使いタイプ、サルのサスケはあまり役に立たないサポートタイプと、パーティのバランスもよくあるタイプ。雑魚を倒してレベルを上げ、イベントを街ごとにクリアし、次の街へという感じも王道ですね。特に特徴的なシステムはありませんが、グラフィックも当時にしては出来がいいですし、イベントがサクサク進む割にはボリューム感もあります。エンカウント率が非常に高いのが残念ですが、その他の部分はストーリーも含め、ラスボスの強さも含めて満足のいく出来となっていますので、ぜひ一度プレイしてみてください。ネットオリアルバウトガロウ伝説スペシャル。このシリーズはゲームボーイだから当時スルーしていましたが、超よくできている作品でした。ガロウ伝説シリーズの人気キャラが集い、時間軸や設定などを無視して一堂に会した、いわゆるお祭り的な格闘ゲーム。当時スト2のように格闘ゲームは据え置き機でやるものという中で、携帯機で格闘ゲームシリーズが出たのは結構衝撃的でした。全部で12人のプレイアブルキャラクターがいて、十分なボリューム感です。専用のエンディングがないのが少し寂しいですが、隠しキャラが2人いて、これもシリーズファンにとっては嬉しい2人ですね。ゲームの方は、ガロウ伝説シリーズおなじみの二ライン制もしっかりと再現されており、必殺技や超必殺技もちゃんと使えます。コンビネーションアタックがあるため、初心者でも簡単にコンボが作れて爽快感もあります。ス
ステージギミックの豊富さ、ドット絵の美しさなどなど、開発陣のこだわりが随所に感じられる作品になっています。この作品をスルーしていた人は多いのではないでしょうか。時空戦記ムー。タイトルが本編とあまり関係のない RPG。時空戦記ってなんだ？って疑問はゲームをクリアしても、結局わからないままでした笑い。ストーリーは国と宗教が絡む、骨太のバックグラウンドが、用意されていますが、基本的には魔物に支配された、土地を解放していくことが目的。新しい街は大体、魔物に支配されているため、施設を利用するには、その土地のボスを倒さなくてはいけません。苦労して新しい町にたどり着いたけど、宿屋に泊まれない、と泣いた人も多いはず。特徴的なシステムが多くあり、主人公の顔が自分で設定できて、それによってステータスが変わる。仲間は20人も登場し、パーティを5つまで作ることができる。また、その仲間のレベルは共通。クラスチェンジシステムがあり、能力が底上げされる仲間がいる。戦闘では敵がアニメーション付きで、登場する。などなど本当に携帯機かと思うほどの、革新的なシステムです。いろいろ盛り込みすぎてしまったためか、あらが目立つことも多いが、個人的にはとても楽しめた作品でした。マイナーメーカーから発売された、落ち物パズルゲーム。ルールは基本的にはぷよぷよと同じで、2つずつ落ちてくるブロックを、4つ揃えて消していきます。少し違うのは、外のブロックの色に合わせて消すと、中から別のブロックが出てくる、という重なったブロックが、登場することくらいでしょうか。一人で黙々とプレイするモードと、ストーリーモードで CPU と対戦していく、モードがある点も同様。一応最初に選んだキャラクターによって、必殺技は異なりますが、大きな違いはありません。もちろん対戦相手からも、お邪魔ブロックが降ってきます。基本的なルールがぷよぷよなので、革新性や独特の面白さは、あまりありませんが、普通に楽しめる作品になっています。ゲームボーイだとブロックの絵が非常にわかりにくいので、スーパーゲームボーイでプレイした方がいいですね。ピンボール。タイトルのスーパーロボットに、ピンと来た人も多いはず。スパロボシリーズの、ピンボールゲームです。特定のスイッチを押したり、条件を満たすことで、精神コマンドが使用できたり、カットインの入る必殺技ができたり、シリーズを彷彿とさせる要素が、盛り込まれています。登場するキャラクターも、スパロボに参戦したことのある、メンツばかりです。味方は41種類もいるので、演出も含め、プレイヤーを飽きさせない、作りになっています。内容はベーシックな、ピンボールゲームですが、
雑魚を複数倒すと中ボスが登場。中ボスを複数倒すと、ステージボスが出てきて、ボスを倒すとステージクリアとなります。ただエンディングがないゲームなので、ラスボスを倒しても延々と続きます。使ったキャラや倒したキャラは、図鑑登録されていくので、図鑑コンプリートを目指すといいかもしれません。に金はなる。ふざけたタイトルながら、知る人ぞ知る名作アクション RPG。 最終的にタイトルはストーリーに全く関係ないです笑い。主人公サブレ王子がティラミス姫を助け出すために奮闘するお話。王道のストーリーなのですが、ギャグやパロディ要素が満載。その割に最終的には伏線もすべて回収し、どんでん返しもあり、見事なシナリオになっている点が、本当に素晴らしいです。街やフィールドは見下ろし型で、ダンジョンは真横から見た。スクロールアクション。主人公は蛇とカエルに、変身することができるようになり、それぞれの形態をうまく使い分けながら、アクションステージを、攻略する必要があります。戦闘はオートバトルで、レベルアップの要素もないので、事前にアイテムをどれだけ集められるかが、攻略の肝。ゲームバランスもちょうどよく、とても完成度の高い作品です。ふと思い出してもう一度やりたくなる、そんな魅力があります。個人的にはリメイクしてほしい作品の一つです。しかできない。